柳橋中央市場へようこそ。目で楽しませて、なおかつ味で楽しませてというところ、美味しいからこれどれだけでも入ってちゃう。ありがとうございます。下が市場になってて、貝専門のお店があるので。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。失礼します。生ビールのグラスで取ってほしいです。そこ住んでから鉄板ビストロ小島です。当店自慢の鉄板で焼くシーザーサラダ、ぜひお召し上がりください。柳橋中央市場2階駐車場奥にあります。ぜひお越しください。お待ちしております。目で楽しませて、なおかつ味で楽しませてというところ。嘘だろ、どうなんでしょう。こうやって握ってね、味をこう、三河の味を食べるっていうのは。この味うまいね。ありがとうございます。これはどこの味ですか。これはあの愛知県三河の味になります。三河の味、はい、朝釣れたての新鮮な味を使用しています。味がしっかり詰まってますね、日本海なので。さよりの、はい、もうここのお寿司は美味しいからどれだけでも入ってっちゃう。ありがとうございます。柳橋鬼太郎城内店です。当店のお寿司は江戸前寿司で一貫ずつ提供しております。市場にお越しになられた際はぜひお待ち申し上げます。身と下顎と上顎とってやつ。
どうも、柳橋並川店です。11月から2月まで営業しております。食材は下の柳橋中央市場から仕入れておりますので鮮度抜群です。ぜひお越しください。下が市場になってて、貝専門のお店があります。ありまして、そこで毎朝仕入れて、ちょっといい貝が入るので、それを使ったペスカトーレになります。お待たせしました、ペスカトーレです。イタリアンバルパルケッチョです。おすすめのパスタはこちらペスカトーレです。ワインもたくさんご用意しております。柳橋中央市場の2階にお店がありますのでぜひお越しください。お待ちしてます。あ、かしこまりました。はい、さあ海がお待たせします。こちら愛媛県産の島味の握りですね。来ました。コース内、こちらが明太子の天ぷらとホタルイカですね。今季節ものホタルイカの天ぷらになります。食べちゃったすいません、ありがとうございます。寿司と天ぷら、日本の海、柳橋店です。市場内の新鮮なお魚を使ってピチピチのお寿司と熱々季節の天ぷらをご用意しております。ぜひこちらにお越しください。お待ちしてます。ぜひお越しください。